こんばんは。こんばんは。疲れたー。疲れましたー。こんばんは。目が終わりました。こんばんは。おー、ハート。ありがとうございます。お守り。ありました。ありました。ありがとうございます。億単位初めて申し込んだら金土2回当たりました。でも私金曜日いない気がする。土曜日はいるけど、木曜日はいるけど、金曜はおらん。金曜はいない気がする。こんばんは。本当にありがとうございます。視力は0.2 とかじゃないですかね。なんかもう昨今は裸眼で測定なんてできないんですよ。もう私の目は裸眼で測定したところで一番大きな C が見えないんですよ、もう。私が裸眼でこう測定するとするじゃないですか。こういうやつ、ちっちゃくないやつ。もうダメ、全部潰れて見えるのあれ。全部ね、本当に何も見えなくて。こんばんは。こんひな。もうやばい。もうだから私コンタクトしないとマジでそもそもができないよねっていう。その測定ができないわよっていう話になってくるわけであって、見えねえ。あれで測定できるとでも思っているのかっていう話ですけどね、そもそもね。そもそもそんなんで測定できるとでも思っているのかっていうお話なんですよ、正直。わははわはは。こんばんは。こんばんは。25日は僕は公演なんですけど、はあ、疲れた。ウィーンウィー字変えました。僕の第4公演なんかさ、私表より上手に行かないんだねっていう話ねなんか私の作り方があれ悪かったのかもしれないね。なんか メンバー下手ばっかりいない。そういうことないそんなことはないか。私がやるポジションがだいたい下手なだけか。はあそうなんですよ。なんかメンバー下手にしかいない気がするけど、そんなことないか。上手にもいるか私が下手にいるとき誰かが上手にいるか。さすがにね、下手中心に作ってないうわ25うよ25日行きます。よろちくわよろちくわ。はあ、だるまさんに言ってる。じゃあ上手多めってかもかもでも下手でも下手下手でしか見てない。じゃあ下手じゃあ下手でイエーイ。下手で21は公演外れたので抗議しに来ました27だってもうなるみの日でしょ。なるみの日は当たりません。わかりませんけど、わかりませんち。さっきなるみに会って27日なるみの生誕なの知らんかったよって言ったら、メンバーでわかるとは思ってたって言われたせやな確かになんか私の友達が多い気がした。確かに多い気がして、あーってなった。タオルありがとう。嬉しい。なるみの生誕杯あのさ、今味噌汁をね飲もうと思ったんですが、お湯がなかったです。お湯不足でした。あると思ったお湯がなくなっていましたお湯不足。じゃあこの会社はどこからお湯が出てるのかが分かりませんこの会社の中のお湯って一体あるのかないのか、不思議ですね。だからどうしようって、お水を買ってお湯をレンチンすればいいのかなお湯じゃねえよ、水をレンチンすればお湯になるのかな。どうしましょう、どうしお湯がない。こんばんは。お湯がないです。でもここには紙コップしかないからおわ終わりです。もうじゃあいいやっつって半分こう開けたけどやめました。しょぼい顔してやろう。どうまい。味噌汁飲みたかったんだ。いやもう飲む気にならなくなってきちゃった。こんばんは。皆さん、今日22日ですね。私のウェブラスワン。あと7日で終わるリバース人生終わります。であと残り1ヶ月で、1ヶ月と3日で卒業公演だにゃ卒業だって卒業公演にだみょん。29日15時までなんだその時間。むずっ、何そのおやつの時間で終わりみたいな何それ韓国時間ってことわからん。早い。私は延期に延期を重ねたのでこんな日になってしまいました。延期しなきゃよかった最初から2月って言ってればよかった。でもその時にはまだ分かってなかった。全然1月の気持ちでやめる予定だったなんならちょっとオーバーめに言ったんだけどね。割とオーバーに言った気がするんですけど、割とオーバーだった。なんなら12月とかだった年を越したみたいだ割とオーバーに言ったんだけど、ちょっとオーバーでも足りないぐらいなんかいろんなことがあったっていう話ですね。1600日、ありがとうございます。年越してくれてありがとう年越しました。アディショナルタイムありがとうございますおかしいんですよ。でも何見てんだか分かんないんですけど。こんばんは。なぜ伸びているのか。いろいろあるよねっていう話ですよね。やんごとなき事情がやんごとなき事情が多分2月の12日にやったら私の体が爆発する装置をつけられる多分私が2月12日に卒業公演をしていたら多分体が粉々にちりぢりになっていたかもしれない。それを事前に予告してくれたんだようん多分当たり当たります。延期してくれてありがとうございますこんなそう多分行ったら多分死んでた。多分2月12日にやったらお前死ぬぞってお前死ぬぞって言われてるのかもしれない。延期してよかったですね。知らんけどじゃあ2月の12日に何をやるのかって話ですけどね。わかりません。どうしましょう公演だったら草ベリー草でも僕体な気がするんですけどどう考えてもどう考えても僕体な気がするんですけどね出させてもらおうかなぜひともね出していただいてもろて、うん、ぜひともねその日は僕の太陽公演でやってもらってしかも2回ねでツイッターに今日は卒業公演だった予定だったんですけどかこーっとだるまさんありがとうございます。なんか36位だそうでハッピーガールイエーイ予行練習おもろすぎやろ。でも割とガチでそうなる未来が見えてるんで私はまあそういうことですよっていうそういうことだよっていうことしかできません。こういうな巻き込まれ事故っすね巻き込まれ事故っすね。こんばんは。横転事故接触事故を起こしました。ありがとうございます。ギフト。今日は課題と向き合いました。やらなきゃいけないのがあと 1,2,3,4,5 個もあります。終わる気しないあ、なんかかわいい。何それ鬼リピありがとうございます。かわいい。ありがとう。入れたらお見送りでもう卒業予定日お祝いするわーいだ。わーいコメント読んでもらえた。大丈夫。うちのねコメント欄はね本当にバラードぐらいゆっくりなんで見てますでもたまに変なコメントあると拾いませんね。本当に変なコメントは拾わない予定なんで、おぞーす。無限に課題、マジ課題課題よい課題よい。課題であと2週間で全てが終わる気しないのだが、嘘みたい。だって今日月曜日じゃん。ちょっと待ってな。12、3、4、5、6、7。もう来週の再来週か。うえーだー。あと2週と1日出れば終わるんだな。課題が無限大です。10時になるんご。4月9日にシャツだって初劇場行ってめっちゃ楽しかったです。ありがとうありがとう。9日って何やったっけな。9日でしょ。違う、心が覚えてないですでも良かったんだったら嬉しいです。また見に来てにゃ。こんばんは。偉いよね。ありがとう。ありがとう。昼始めの日かな。そうっすね。そんな気がしてました。そんな気がする。いやー、いやなんか最近頭が回らないんだよね。おかしいよね。考える力、頑張れ頑張れ、考える力。頑張れ。明日は明日糖分が足りてない。糖が足りてないだと。泣いちゃった。こんばんは。ありがとうございます。間くらいか頭もいから低気圧かなって思ってる。低気圧かは知らんけどえ、わかんない。低気圧、気圧でなんか変わりますか？変わりわかんない。なんか気圧ね、気圧むずもうあまりにも乾燥しているっていうのはわかるね。乾燥でまつげ血出てる。こうやってまつげを抜くからまつげがなくなるもう多分まつげなくなるかもしんない。うちまつげなくなったら漏れるのかしら一体。まつげなくなった場合って可愛いですかねどうなんだろう。まつげなくなった自分をあんまり見たことないんで。いかがな、うんなんですかもらえるの移植卒業公演までは残しといてねやばい。髪の毛もなくなるしまつげもなく、全部なくなるかもしれない。ただ眉毛だけ生えてるっていう眉毛だけボーボーです。あったら可愛いってまっせやなこいな。新しい新しいわね。切れなくなっても可愛いよ。やば全肯定オタク助かる助かっちゃう。うれしいね。眉毛なくなっても可愛いよって言ってくれる人なんてあまりいないですよ。今後出てくるかどうかですね今後ね、そう思ってくれる人物が出てくるのかっていう話になってくるわけであって、はいこんばんは。今日11483歩歩いたっぽい。でも今日いっぱい踊ったからかもしれんめちゃくちゃドチャにステップ踏んでみたからこんなに多いんだと思うけど、すごい。でも Apple Watch つけてたらさ、本当に何でもかんでも記録される。このウォーキングとかなんかさ、私230キロカロリーで設定してるんだけど、もっと上げた方がいいかな。250とかでした。こんばんは。さだやかわいいからねって将来的にそうやって言ってくれる人が現れてくれるのか見どころですね見どころですね。ひなのダンス公演はないの？ないですないです。僕の太陽公演しかありません。じゃあ今心拍がどれぐらいなのか測っていこうと思います。心拍数72拍、あ、67拍。これ生きてる私。67拍は大丈夫。死ぬ？今65になった。65から67の間を行ったり来たりしています。よしよしいいかもしれませんね。もしかしたら大丈夫っぽい。血圧これ測れない。さすがに血圧までは測れないか。10時でやんすもうそろそろで10時でやんす。はいーはいやいやいやおっぱいやい。じゃあ帰ろうかな。お家帰ろうかな。じゃあランキング読んであらった。13位エアちかさんありがとうございます。12位ゆうこさんありがとうございます。11位しおさんありがとうございます。10位ビクトリアさんありがとうございます。9位トニーさんありがとうございます。8位もっと秋元さんにありがとうございます。7位愛さんにありがとうございます。6位たっちゃんさんにありがとうございます。5位ユンドとちらさんにありがとうございます。4位わけまさんにありがとうございます。3位ケントさんにありがとうございます。2位もえさんにありがとうございます。1位もこっちゃんさんありがとうございました。ではまた明日もよろしくお願いします。バイバーイ。おやすみなされ。バイバーイ。忘れ物しないで帰ってねって。そうなの、すぐ忘れ物しちゃうから気をつけて帰るね。バイバーイ。